寒い。そう、なんかここのホテル暖房、寒いから暖房つけようと思ったら集中管理になってて、集中管理だから帰れないの、冷房から。こういう時どうしたらいいの？こういう時は温度を高くして冷房をつけたらいいの？そう、日によっても寒さが違うからもう大変。そう、キンキンに冷えてやがるってなってる。フロントに電話して、確かに。でもさ、集中管理、え、切ってもらうってことか。どういうあれなんだろう、集中消せない。あ、消せる消せる。でもノーマルが寒くて、だから暖房つけたいんです。そうそう、風速しか、やばい。服そもそも半袖しか持ってきてない。やばい。終わったんかぶです。くるくるの人生終わったんかぶ。冷房しかない。半袖リコチさんがメールね、見た、くるくる撮ってるんですよメール、チコさん。よし、温めた息、おもろい。私ね、多分誰が思ってるよりもあれだと思う、寒がり。フロントか、ちょっとめんどくさいな耐えかな。冬苦手だけど、雪さえ降ってくれれば私は生きていける。上着持ってきてるよ、できてるよ。持ってきてない、雪は好き。雪でもどうせ降るなら積もってほしいけど、まあ、降ってくれるだけで嬉しいかな。マネージャーさん経由、どうしよう、いいかな、もういいかな、耐えかな、耐え忍びで行きます。ちょっと人と関わるのが疲れて。確かに、あったかい飲み物飲もうかな。
ホワイトクリスマス、え、最高、本当に最高、本当に最高。ホワイトラブって感じ。ポットあった、かわいい。ナーピ？え、ナーピの声じゃなくない？え、普通の人？あ、子供？一般の人。あ、そういうこと？怖っ。叫び声。雪でしも雪あるよ。あるよ。うちらとペラどちらが見つけやすい？え、どっちも見つけやすい、どっちも嬉しい。誰が叫んだの？疲れた。でも眠くはないよね。疲れたんだけど。叫んでる。そう、エナドル今日飲んだモンスターの紫。紫って甘いのにカロリーゼロで本当？と思っちゃうけど飲んだ。お、卒コン2つと僕対抗を見て一日が過ぎました。お、いい一日だ。子供の霊、子供の霊かもしれん、かもしれない。臭いかも。はい。後で借りたい。なんか臭いかもって言われたらさ、確かになんかさそのそっち系の臭い、どういう臭いかなと思って、え、これ今配信中の言ってるやつ臭いかもってと思ったら、あ、ドゥームズデー私放置されてんだ。あのアプリさ、なんか、どっかのサイトに行ってさ、カスタマーセンターみたいな方とさ、会話して、なんか課金どれぐらいやったとか送って消さないといけないよね。してないんだ、くるくる。
見えます、ありがとう。でもこれねチャックがウェイト下についてるんです。変な服そう本人確認必要。はい嬉しい、今日のイケメン付きありがとう。ぶつからない、おしゃれ本当。そんなことないでしょ。え黒似合うよね、私自分でもちょっと思った昨日、昨日ちょっと前に、私黒似合うな、黒似合うかもしれん。黒似合う、変なアングル、これ嫌なアングルだな。黒には300色。え、そうなの？白だけかと思った。白って何色もあるねみたいなやつあるよね。黒島ですよ。黒島です。ブラック。やばい。やばいよ。やばい。明日やばい。私の脳みそが追いつかない。28練り歩き、まだわかんないんだよね、練り歩きあるのかな、あってほしいと思うけどあるのかわかんなくて。そう6時今日朝から予定あっても記憶ないもん、ほぼ朝の。くるくるはね明日早くないよ、そんなにそんなにねあんま早くなくて、えあるの、なんで捨てるの待ってくるくる知らなくて、ファンの方知ってるのやばい、おもろい、えどこ情報、あれ練り歩き、あー寝ときてなんとかならない、僕は明日出場期、あ石垣を、
7周年ももう来週、来週、来週か、早い、来週の今日、やばい、やばい、キュルキュル、 X もいつもかわちい、ありがとう、嬉しいだけです。暴露話ないよ、暴露やばい、暴露話クラーズ、そう、マスター陽キャ、バーガーキング食べたら頭が痛い、バーガーキング食べたら痛くなるの、いっぱい食べたみたいな、今日がよろしく、あ、よろしく、くるくる、ちょっと、え、今日までだよね、え、今日まで、ぜひ兵庫、ま、兵庫場所に行って、他も、他の会場もお待ちしております。配信は、神戸、あ、兵庫、広島、岡山です。千秋楽の岡山と、広島。再来週お台場？早っ。早すぎ。そう、ミッション、そこの時、かなうとつるんだ、つるんだ、なんかちょっと野球みたい。つるんだ。昨日ぼちぼちでした。え？なんかさ、アズミンとのやつさ、電車ボとさ、違う情報を伝えてたよね。今日アズミンと照らし合わせて話したら、なんか私がアズミンのめっちゃ悪口を言ってた人みたいになってて、結構おこなんですけど、誰ですか？間違った情報をアズミンに伝えた人は。参加所以外、そう、ないよ、参加所以外は配信ないので、会場でしか楽しめないコンサートなので、ぜひ、兵庫ってくの嬉しい、え、確かに神戸って言われるんか、兵庫、そうだよ、人捨て、人捨てってね、そうだよね、あれだよね、こうやってなんか違う、なんか違う噂が拡散されていくんだな、この世界はって思ったこの世界はその一部を切り取って拡散されていろいろ言われちゃう世界だなと。発言には気をつけようと。違うよ、ちょっと文字でちょっと違うとかじゃなくて、くるくるが、あずみんはレッスンで踊らずに椅子に座って、女王様みたいに座ってた、座ってるっていう、くるくるが暴露してるよってあずみんに伝わってたんで、くるくるさ、やる気ってファンの方の顔よく見える、え、めっちゃよく見えるよ、めっちゃよく見える、マジで聞けた時満足でした、マジで、やばい、やばい、そう、女王様の椅子に座ってるみたいな、私は女王様の椅子に座ってるなんてことは絶対ないですからねって言ったんだよ、今日安住と照らし合わせた、弁明してきた、弁明、
そうだよ、言葉選んでる。来るあざの傷、あざになってる、もう来るあざで終わる。生成 AI でフェイク動画ね、怖すぎ。もうどういう世界って感じだよね。普通にありえない。生成 AI 声もさ作り上げれて、人が喋ってるのも作り上げられて、動画を撮るときに顔も変えられてみたいな。もっとみんな、だからくるくるも、もしかしたら今こうやっても実は私男性かもしれない男性に配信してって言って、くるくるの顔、生成 AI の顔を搭載、ショールーム搭載されてて、こうやってって喋らせてるかもしれない。怖くない？てか私さ、 AI なんか AI にさ仕事乗っ取られるとか結構いろいろ言われてるやん。 AI 普通に怖くてさ、 AI がアイドルやってる世界、 AI のアイドルってさ好きになれなくない？だって人の感情ないんだよ、 AI だから。歌とかこういい歌詞を歌っててもさ、この人は何を、この人っていうかこの AI は何を歌って、何を持って歌ってるんだろうって、ただ機械的に歌ってるだけやんみたいな。何も惹かれないよ AI。 来るから先、あずみのキャッチフレーズ、ねえねえあずみってする、あずみんって言ってるねえねえあずみんって、こえ本物、本物、私は本物。え、コナンそうだったの？去年言葉選んで思ってる、ありがとう、優しい。オンラインの話かもしれない、 AI かもしれんよ。あ、黒くんの背後に見できる、お喋り方とかね、語尾とか。だって感情も入ってきたな、来たならばもう多分 AI にこの世界乗っ取られて私たちは殺されちゃうよ。だってやばい、なんかあれみたいで、なんかあの都市伝説みたいになってるけどさ、絶対さ、その AI にさ仕事取られたらさ、みんなこの世界にいる人間たちは何をしたらいいのって。くるくる JK の着ぐるみ着ておじさん説今もあるけどね、今もある。ね、会える方がいいよね。ショールームのコメント一部 AI 君は AI だなとか、これは AI だな、桜だな、これはこのコメントは桜だな。本物、本物ですよ。夕食普通にレッスン場で弁当を食べた。今の来るから AI じゃない証拠？これだ、 AI じゃないでしょ。
今までの衣装のお気に入りの衣装、ティフで着た衣装が好きだったな。青のマイカーがよく着てるやつ。一人ごとで語るくらいならもう好きだけど、悩ましい。髪が勝手に動いてなんか茶色く見えない？傷んでるのかな？ほら茶色い、なんかほらこう黒の服とさ比べたら茶色い。ああ暖色だから、確かに。え、カフェイン取りすぎたら茶色くなるの？誰の手かわかんない。この手、知らない人の手が出てきてる。しかも耳の形やっぱおかしい。ここがない。眠い。早く明日の朝はならないかな。タイムスリップしたい。てかやっぱさ、踊ったらさ運動するからさ、ちょっとさむくみも取れるんだよね。このむくみが取れた状態のまま明日に行きたい。涙袋が書いてないのに出てきた。ほら、美容院って髪キルキルしに行ってみては。私ね、逆にやったらダメな髪質って言われた。直毛すぎてダメなんだよね。逆効果になっちゃう。あ、顔だけを作るのは今日はなかった。今日はなかった。髪欲しいです。これを贈呈します。
これだってこんなこんなにさこんなにこれでこれこれぐらいある髪をこうやって持ったらそう髪伸びた見て結んでたところ見てがこうやって跡がつくうすごっこれぐらいの長さをキープかな。もうちょっと短めキープかな。10分の1。これぐらいかな。男性の声がする。あれ、あ、やばい、くるくる、くるくるしてる、くるくる。それでは、スクショタイム。AI じゃないわよポーズ。AI だと気づいてしまったねポの顔。それでは団長読みます。13位島次郎小一ありがとう。12位つまよありがとう。11位さくありがとう。寒すぎな顔。10位柏木まさきありがとう。9位藤玉ありがとう。8位忘れっぽいもっちありがとう。エアっぽい AI の笑顔。7位つばゆうすけあ違う7位りょふありがとう。7、6位あつよしありがとう。5位つぼゆうすけありがとう。4位まさおありがとう。3位コーラありがとう。2位おのまさありがとう。そして1位はドゥルルルルパーン、よしーゾンビありがとう。よしーゾンビありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。明日も頑張りましょう。あ、月曜日か。それではおやすみ。